んこんにちは。2022年も残すこと残り半月。いよいよこの時期がやってきました。そう、ダイヤ改正のプレスリリース発表。2023年派、新たな路線、新たな駅、様々な変化が見られるそんなダイヤ改正だと思ってます。それでは、早速見ていきましょう。まずは皆さん気になるあの路線から。相模鉄道こと相鉄では、2023年3月18日より東急電鉄と相互直通運転を開始します。これにより相鉄沿線から新幹線との乗り換え駅である新横浜をはじめ、渋谷や目黒方面まで乗り換えなしのダイレクトアクセスが実現します。また早朝時間帯ではありますが、直通開始に伴い、相鉄線内で小川町や浦和美園といった行き先を見ることができます。また、横浜西谷間を走る区間列車、西谷ローカルも誕生することから、今後の相鉄の展望が高まるばかりです。個人的には、西谷始発の川越市行きはかなり気になるポイント。ちなみに JR 直通に関しては、記述が見当たらなかったので、おそらくこのままの状態のようです。羽沢横浜国大で、東武線直通川越市行きと JR 線直通川越行きの乗り間違いには、要注意です。まあそこはさておき、相鉄線内の運行種別は、本線系統が特急と各駅停車。泉野線は、朝の通勤時間帯に通勤特急をプラスした特急と各駅停車。そして使用車両は東横線方面で、相鉄2万系と東急5050系4千番台。目黒線方面は、8両編成の相鉄2万1000系、東急3000系、東急5080系、東急3020系となっています。今のところ、メトロや都営、東武車は相鉄線には入線しません。いつか来てほしいところですね。この流れで、次は東急電鉄。東急電鉄も2023年3月18日に相模鉄道と相互直通運転を開始するとともに、東急沿線から新横浜へのアクセスが実現します。東急電鉄では、変化するところといえば、平日朝の目黒線急行。3月から始まった奥沢での急行対比は、今まで1本だったのが6本ほど追い抜きが行われます。これにより目黒線内の急行の所要時間が、最大5分ほど短縮される見込みです。ちなみに武蔵小山で各駅停車に接続します。また東急線と相鉄線の直通列車の本数はこんな感じ。東横線系統では、1時間あたり最大11本、昼間は1時間2本の列車が東横線を介して副都心線まで乗り入れる予定です。目黒線も同様で、南北線方面が1時間あたり最大7本、三田線方面が最大9本、昼間は三田線方面のみで1時間2本となっています。こちらは JR でカバーできない日比谷や大手町を通るため、やはり三田線直通が中心となってるそうです。ちなみに東急線から始発の新幹線に間に合う列車も目黒線方面から3本、東横線方面から急行1本が設定されています。またまたこの流れで、今度は西武と東武。まず新横浜線と関連がある東武東上線から。東上線では、停車駅や運行形態が変わります。まず停車駅。現在東上線内を走る F ライナーは急行ですが、これが快速急行となり、快速急行は、朝霞台停車と川越北が各駅になっており、急行は朝霞、準急は上板橋に停車します。また東上線の快速はこのダイヤ改正で廃止となります。これにて東武から快速が消えます。なお川越特急は停車駅に変化がありません。また、東上線方面と新横浜方面のアクセスもだいたい1日に12から14本程度となっており、小江戸川越と新幹線駅が1本で繋がります。そして東上線では、森林公園と小川町で一部ワンマン運転を実施するほか、スカイツリーライン、日光線系統の特急列車が南栗橋にも止まります。やはり2023年派、東上線大革命といった感じでしょうか。そして西武鉄道では、新横浜線とは一切関係ないですが、西武鉄道は現在新宿線系統の下りで夕方に走っている拝島ライナーが、朝上りに2本運転します。2号は拝島を6時半に出て、新宿到着7時20分。4号は8時に出て新宿到着8時52分。新宿線も言わずと知れた混雑路線なので、ぜひ拝島線から乗る際は、拝島ライナーをご利用くださいませ。あと西武鉄道では、休日の S トレイン1号の時刻が変更され、元町中華街を7時1分に出ていたのを45分後の7時46分に出発し、飯能駅は9時25分、西武秩父駅は10時5分に到着します。てかまだ残ってたんだ S トレイン。みんなお待ちかね。JR 東日本。今回の JR 東は、なんといっても新駅開業が3つもあること。まずは、京葉線の新習志野と海浜幕張の間にある幕張豊砂駅。こちらはイオンモール幕張新都心の最寄り駅として、設置された駅となっており、蘇我方面は地上ホーム、東京方面が高架ホームとなっており、関東だと東は篠宮に似た構造となっています。停車するのは武蔵野線と京葉線の各駅停車。京葉線の快速、通勤快速、特急は新駅には止まりません。
そしてあと一つ、岩手県の田沢湖線、盛岡と大釜の間にできる、またしてもイオンモール盛岡のアクセス駅、前方駅が開業します。こちらは普通列車4両編成が止まり、秋田新幹線は止まりません。両駅ともイオンモールの最寄り駅として、地域の活性化につなげてほしいです。そんでもって、高崎線特急にも変化があります。高崎線特急に E257 系5500番台が仲間入り。列車名も特急草津から特急草津市満に名称変更。自由席が撤廃され、全席指定席化。特急料金も赤城号に比べて割高な運賃となります。まあ特急赤城号は、中央線や常磐線特急と同じタイプの料金体系ですからね。この改正で651系を置き換えるための準備期間になりそうですね。あとは尺束関連としては、特急湘南が増発。東京を17時30分に出る平塚行きとして運転されたり、東海道線で親しまれた快速アクティがほぼ廃止に。青梅線の青梅奥多摩間、常磐線の水戸岩木間でワンマン運転を実施。ホリデー快速秋川も廃止され、ホリデー快速奥多摩は青梅発着になります。これに関しては、さっさとホリデー快速青梅に名称変更しろ。それと上越新幹線から E2 系が引退し、E7 系で統一。これにて上越と北陸は車両が統一され、すべての列車にグランクラスを連結。また長野地区では E353 系による臨時特急も運転。私個人としては、E2 系は思い出のある車両なので、最後に1回くらい乗っておきたいところですかね。まあ尺束関連はざっとこんな感じかな。お次で最後。最後は尺西にします。最後に尺西。この度、JR 西日本では、新たに大阪駅の地下に新ホームを設置。停車するのは、特急アルカと特急黒潮、それと大阪東線の普通列車、直通快速です。これにより、今までは関西空港や和歌山から大阪駅へ向かう場合、関空快速や紀州寺快速を利用していたと思いますが、これが特急列車1本で結べるようになります。関西空港から大阪まで特急利用で、最大24分。和歌山から大阪まで最大33分の短縮効果が見込まれます。ぜひ便利で快適な特急はルカと特急クロシをご利用くださいませ。それと大阪東線の大阪駅乗り入れに伴い、奈良と新大阪を結んでいる直通快速が大阪駅まで乗り入れ、新たに JR 淡路に停車します。JR 淡路といえば近くに今話題の阪急の駅があるので、阪急とも乗り換えしやすくなります。また使用車両も変更され、今までは321系や207系が走ってましたが、これからは221系8両編成が充当。これにより転換クロスシートの直通快速誕生というわけですね。そんでもって今度は奈良線の伏線化。これにより京都と常陽が伏線化したことにより、対向列車の待ち合わせがなくなり、所要時間短縮も見込まれます。伏見稲荷大社や宇治の平等院が沿線にあるので、観光客の方々もご利用しやすくなりますね。それと新快速の有料座席 A シートも増便。また一歩乗れる機会が増えます。私も乗ったことないから、一度は A シート課金してみよっかな。あとは JR 北海道で、H100 型機動車が富良野線に投入され、特急飛騨で使われているキハ85が新型の HC85 系に置き換えられ、これにより特急飛騨号は HC85 系に統一されます。ちなみに岡山地区の新型車両は未発表。北海道の737系は5月20日デビュー。留萌本線留萌と石狩沼田間は3月31日をもって廃線されます。また秋に大規模改正を行った JR 九州、3月に白紙改正をした小田急、JR 四国はダイヤ修正程度となっています。そして以上が私から伝えるダイヤ改正情報でした。